宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆうです。このチャンネルでは皆様が第6感や潜在意識を活用し、人生がより楽しくなる情報を配信できたらと思っています。また見えない世界や宇宙のことが大好きな方たちに楽しんでもらえると嬉しいです。それでは本日のテーマは、問題発生した時どうするです。で、私自身は20代本当に負のスパイラルに入ってて、問題があってそれを解決するしようとするとより悪化するっていうのを何回も繰り返してました。なのでまあその時にいろんなかもうすでに配信されてる方たちとかの情報をもらったりとか、本もたくさん読んだりしていろいろ試していった中で、これはいいなって思えたので、それを今日はシェアしたいなと思います。じゃあまず、問題発生の時はどういう状態なのか、あとは負のスパイラルから抜けれないのって なぜなのかっていうのを説明していきたいと思います。まあ、これはもう皆さんちょっと感じ取ってるんじゃないかなと思うんですが、もやもや、なんか問題発生してる時っていうのはもやもやしてたりとか、不安だったり心配だったり怒りだったり、ネガティブな周波数、ネガティブなエネルギーの状態だと思います。じゃあその状態で行動するっていうことは、動いちゃうと人と関わるので、そのエネルギーが他の人にも移っちゃうんですよね。これは共鳴共振法則って言って、音叉の実験とかでもあるんですけど、そういったこう移っちゃう、その感情が移っちゃうっていうことがあります。まあ、例えて言うなら、もう一緒に住んでる家族がイライラしてて、それでずっとなんかムスッとしてると、こっちもなんかイライラしてきませんか？そんな感じでなんかイライラとか、もうその感情っていうのは移ると思うんですが、これはもう逆もそうです。なんか幸せだなーとか、あー楽しいなーって言ってニヤニヤしてると、それも移っちゃう。じゃあこういったネガティブな周波数の状態、エネルギーの状態で行動しちゃうと、余計事態が悪化するんですよね。周りの人たちも余計イライラするし、不安や心配、怒りがこう湧いてきたりとかするので、それがこう増強されちゃうんですよね。でよりモヤモヤするようになったり、より不安になったり、より心配になったり、より怒りたくなったりする。そうすることで解決する時間とかがかかったり、解決するのが大変になったりします。はい、それでは感情のエネルギーについてです。まずこういった感情の段階があるとして、これはエイブラハムの、感情の22段階を参考にしていってます。ポジティブとネガティブっていうのがあるんですが、例えばポジティブ側で言うと感謝、愛、溢れる活力とか自信とかですね。ネガティブに、よりネガティブな方で言うと絶望、苦悩、憂鬱などが挙げられます。じゃあこれはポジティブが良くてネガティブが悪いっていうわけでは全然なくて、ただポジティブな性質、ネガティブな性質っていうことになります。でこの宇宙とつながる土台作りについてはまた別の機会で話すんですが、今回はその問題発生した時の状態っていうのは、すごいネガティブな状態、怒り、憎しみ、心配、疑い、不安、こういった状態の時にこのエネルギーで動いちゃうと、それを増幅させる、行動するっていうことはそれにこう波紋のように広がっていくので、そういったものを生み出しやすい。じゃあどうしたらいいかっていうと、一旦ニュートラルっていう、そのポジティブでもなくネガティブでもない、ちょうどニュートラルの状態に一回持っていくことで、よりこう解決しやすくなります。じゃあ一旦ニュートラルにして、次は意識をポジティブな方に持っていくことで、こっちの方は問題が簡単に解決する、エネルギーになります。こっちはより大変になるエネルギーで、一旦ニュートラルからポジティブな方に切り替えてから行動することで、いい方に展開する。じゃあ例えば問題っていうのをこのエネルギーをポジティブに変換するってなると、成長するための糧にしかならないんですよね。うまくいくための、糧なので、問題が問題じゃなくなっちゃうエネルギーになります。じゃあ具体的にどんな感じで、やっていけばいいかっていうのを説明していきたいと思います。じゃあ問題発生、そんな時はどうする。でさっ
き言った通り、問題の中にいるときは、解決する周波数ではないので、一旦それを変える必要があります。じゃあどうやって変えていくかっていうと、まずモヤモヤした状態、怒り、悲しみ、不安っていうのをしっかり受け止めて、じゃあ次どうするかっていうと、その思いが出ること自体を OK してほしいなと思います。例えば怒るのって良くない、いや私が悪いんだとかではなく、怒りたいっていう気持ち、悲しみたいっていう気持ちを、なんかいやもう怒りたくなるよねって、もうムカつくもんねとか、悲しいよねって、分かってもらえないの本当に悔しいとか、そういった感情をしっかり味わって、でもいっかって、例えば自分に非がある場合は、わあもうマジやらかした、どうしよう、でも仕方ない、大丈夫大丈夫って言って、そんな自分を許すことでエネルギーがここでニュートラルになるんですよね。だからネガティブなものが中立になって、じゃあそこからどうするかっていうと、一息つくっていうのがめちゃくちゃ大事になります。じゃあ例えばどういうことかっていうと、あのコーヒーを飲んだりとか、例えばこうお気に入りの音楽を聴いたりとか、あとはこう気分を変えれるっていうのがすごく大事になってきます。例えば気分を変えるで言うと、こう励ますような曲があったりするじゃないですか。あの問題発生した時にその励ますような曲をこう聞いて、よし解決するぞっていう風にこう上げたりとか、気分を上げたりとか、ほっとしたり、あちょっといろいろ問題あったけど、なんかスムーズに対応できますようにって言って、こうちょっと気分が軽くなった状態で、あ何からしようかなって思って、思いついたことから行動すると、めちゃくちゃ問題を解決する方法、あの時間や簡単さがすごい変わってきます。でもそんな一息つく時間とかないよって、問題が出た時にすぐ対応しないといけないっていう場合は、じゃあどうするかっていうと、深呼吸をすることですごく変わります。一回思考を止めて、ゆっくり深呼吸をして、でよしっていうだけでもすごく変わります。でなので、ここの一連の流れを、このいつもはできないかもしれないんですけど、あそういえばって思った時にこれを対応してもらえると、なんかすごくやりやすいかなと思います。それでは行動する時のエネルギーについていろいろ話したいなと思います。例えば問題が発生した時以外でも、行動する時のエネルギーっていうのがすごく大切になってきます。例えば現状を変えたい、こんなの嫌だっていうものとかで行動する時、もうこんなの嫌だって思ってそのまま行動するのと、あ理想に近づきたい、あこれなったら幸せだよなとか、あれ食べたいなとか、ウキッてした状態で行動するのでは、行動の時のその周波数っていうのがすごく増大していくので、その時の状態っていうのが大切になってきます。じゃあ行動に移す時のエネルギーについてなんですが、例えて言うなら、ケーキを食べたいって言った時はもうイメージしてもウキウキしてると思うんですよね。あとはこんなの嫌だ、現状から抜け出したいっていう時はドヨーンとしてたり、もうあの人嫌いだけど職場にいるから会わなきゃいけないってなった時にズドーンって気分が下がったり、もうあの人ムカつくみたいな、何か言わないと気が済まない、イライラってした時、じゃあこれをこのまま行動に移すとどうなるかっていうと、それをこう増大させるような現象が起こってきます。じゃあさっきと同じように、行動する前に周波数を変えるっていうので、ウキウキしてる時っていうのはもうウキウキしてるのでそのままで OK です。じゃあさっきで言うドヨーンとしてたり、ズドーンってこう気分が落ちてたり、イライラしてるっていう時は、さっきと同様感情を一旦受け止める。でなぜそうやって、どうなったら楽しいかっていう未来のイメージをして、でそれで行動に移すことが、すごくその後の展開が大きく変わってきます。じゃあなぜ、その周波数を変えた方がいいかっていうと、私たちは今っていう瞬間に生きてます。で
今っていう瞬間に未来を思い浮かべ、あとは逆に過去をこう思い返す。例えばその未来を思い浮かべたり過去を思い出すっていうのは未来にフォーカスしてる、過去にフォーカスしてるだけになります。じゃあ今っていう状態がイライラしてるとイライラする未来を作り出してしまうんですよね。こことエネルギーが同調するので。じゃあ、どうした方がいいのかっていうと、今イライラしてしたらもう今イライラしてる未来につながってるので、一旦無のニュートラル、無の状態というかニュートラルですねの状態にして、あとはホッとするようなこと、気分になることでホッとする未来、なんか安心できるような未来につながっていきます。はい、それでは説明を続けます。そしたらじゃあ具体的にどう行動するかっていうと、もうこんなの嫌だ、現状から抜け出したい、ドヨンってしてるときは、一旦それをああもう嫌だなーっていう気持ちを受け止めた後に、で気分が落ち着いたり、なんか落ち着くようなホッとするようなこと、例えばゆっくり体を休めたりとか、大好きなものを食べたり飲んだりしてホッとしたりしたときに、じゃあどうだったらいいんだろう、じゃあ現状から抜け出したいっていうのは、ここには自分の本当の望みが隠れているので、そしたらじゃあこういう未来を、こういう現実になってほしいっていう願望が隠れているので、それを見つけ出すことが大切だなと思います。あとはあの人嫌いだけど職場にいるから会わなきゃいけない、ズドーンってなった時はじゃあどうするかっていうと、じゃあこの時ももうあの人が嫌いだったら、じゃあそこをどういう状態だったら嬉しいか、あの人から話しかけられてももう無視するみたいに強くなるとか、これちょっとちょっと激しいですね。ちょっとそれはしなくてもいいかもしれないですけど、じゃあ何か言われた時にめげない自分になりたいのか、だってもう職場に実際に嫌いなあの人はいるわけで、じゃあどういう状態になったらいいのか、じゃああの人とできるだけ会わないようになりたいのか、あの人に影響を受けない自分になりたいのか、ただただ心地よく過ごしたいのか、ここの願望には自分の望みっていうのがすごく隠れてるので、それを見つけてあげる。で、あそっか、私はこうしたいんだなっていうのが分かれば、すごくそれからその願望を見つけ出すっていうのがすごく大切になってくるので、それを見つけ出してほしいなと思います。で、まあその時は思えないかもしれないけど、ああこういう風になったらいいなってその願望を投げて、あとはもう忘れて、できるだけ自分の心が癒されるようなことをやってもらったらなと思います。あとはもうムカつく、あの人に一言言わないと気が済まないってイライラってした時はどうするかっていうと、もう怒りを受け止めた後に、あれみたいな、私なんであの人にムカつくだろうみたいな、あの人の何にイラついてるんだろうっていうことに意識を向けて、実はムカつくあの人っていうのは、実はというと私自身がやりたいことをやってる人であったりとか、だから自由になりたい人は自由になってる人を見るとムカついちゃうんですよね。逆になんかあなたをすごいこう攻撃してくる人がいたとしたら、実はその人は、あなたがあなた自身を攻撃しているっていうのを教えてくれてる人になるんですよね。なのでなぜあの人にこうイライラしてるのかっていうのに意識を向けることで、それがよりこう自分の望みとか本来の自分につながっていくヒントになっていきます。ここについてはこの人との対人関係であったりとか、そういった自分の望みに気がつく方法っていうのは別の動画でお伝えしたいなと思います。なので一回そういった感情をこう負のネガティブな感情を抱いた時は、感情を受け取ってそれを変えるっていうことをぜひしていただけたらなと思います。はい、本日の動画は以上になります。ありがとうございます。